2月15日、1898年の今日は現実の出来事。アメリカの軍艦メイン号が沈没した日です。メイン号はアメリカ海軍で初の外洋航行能力を持った巡洋艦で、1889年に進水しました。メイン号は爆発した後に沈没したものと見られていますが、現在に至るまでその原因は不明で、2014年のゴジラでは冒頭にモナーク資料の一部として紹介されています。現実の世界ではこの爆発事故をきっかけにしてアメリカとスペインとの戦争に突入してしまいました。モンスターバース世界ではメイン号の沈没は暗にゴジラが原因であると考えられています。2月16日、1915年の今日は合成技師、向山宏さんがご生誕された日です。1954年のゴジラ以前から映画における合成カットの撮影に従事していました。円谷英二さんの良き仕事パートナーであり、手先の器用さを武器に様々な合成カットを手掛けていきました。戦争によって一時映画界から離れていましたが、初代ゴジラ以降本格的に復帰。1970年頃まで東宝特撮になくてはならない人物でした。また楽器の扱いにも長けていたようで、円谷英二さんと三味線について熱く語り合ったという話も残っています。2月17日、1979年の今日は作曲家ベアー・マクレアリーさんがご生誕された日です。2019年キング・オブ・モンスターズにて劇中音楽を担当しました。2004年からテレビドラマの作曲を担当し、2006年からはほぼ毎年映画音楽を手掛けるようになります。2013年にエミー賞を獲得したことで一気にブレイクし、キングオブモンスターズを担当した2019年はなんと6作品もの映画音楽を担当していました。テレビ、映画、ゲームなどあらゆる媒体で活躍し続けている作曲家さんです。2月18日、1971年の今日は映画ゴジラ対ヘドラの撮影がクランクアップした日です。急激な工業化の副産物で全国で公害が社会問題となっていた時代、宇宙からやってきた微生物が人類に対して牙を剥きます。水銀、コバルト、カドミウム、鉛、硫酸、オキシダン、シアン、マンガン、バナジウム、クロム、カリウム、ストロンチウム。歴代ゴジラ映画で最もサイケデリックでグロテスクな表現がある本作は、現在でもコアなファンを獲得し続けています。映画の公開から50年余り、未だ人類は地球と共存できているとは言えないのかもしれません。2月19日、2004年の今日は女優ミリー・ボビー・ブラウンさんがご生誕された日です。2019年のキング・オブ・モンスターズ、そして2021年のゴジラ VS コングにてマディソン・ラッセル役を演じました。Godzilla saved us. You were there with mom. You saw it. How could you doubt him? There has to be a pattern here. There doesn't. A reason why he was provoked. There isn't. How do you know that? Because creatures like people can change. スペイン生まれ、イギリス育ち、現在はアメリカに在住しているミリーさんは、2013年にテレビドラマで役者デビュー。翌年のドラマ、イントルーダーズでは、KOM と同じマディソン役を演じていました。彼女は今年で19歳。まだまだこれからの活躍が楽しみな女優さんです。2月20日、1958年の今日はリトル・フランキーさんがご生誕された日です。
1994年公開のゴジラ VS スペースゴジラでリトルゴジラのスーツアクターを演じました。リトルフランキーさんは低身長症という病気により、大人になっても身長が112センチしかありませんでした。当然一般職で生計を立てるのは難しく、ミゼットプロレスという低身長症の人たちが戦う格闘技のレスラーとしてご活躍されていました。昭和ゴジラシリーズに登場したミニラにも、リトルフランキーさんと同じくらい小柄であった小人のまーちゃんが入っていました。2月21日、2015年の今日は展示会イベント東宝スタジオ展映画創造の現場が開催された日です。世田谷区美術館で行われたこの展示会は、数々の秘蔵資料とともに保存されていた小道具なども公開され、ゴジラの大ジオラマ展示なども行われました。またゴジラ作品だけではなく、七人の侍や日本誕生など東宝映画作品の数々を振り返ることができました。東宝映画ファンにはたまらないイベントですよね。この当時に展示されていたジオラマのゴジラは、昨年に行われた大ゴジラ特撮王国の中で展示されていたゴジラと酷似しており、おそらく2015年当時のゴジラが保管・回収されて再び使われたのではないかと思います。